見覚えのある建物なんで、早速中に行ってからご紹介します。これは外を撮る必要があったのかというね。はい、始まりましたムチムチサウナ。本日は恵比寿駅徒歩3分ほどの恵比寿サウナーさんに来ております。そして本日のゲストは、はい、藤田桃です。藤桃チャンネルでやってます。よろしくお願いします。お願いします。藤桃チャンネルちゃん、はい、あの今会って2分ぐらいしか経ってないんですよ。そう、急に始まった。会って2分でオープニングを撮ってるというわけで、本日は藤桃ちゃんと恵比寿サウナーさんのサウナに入りたいと思います。はい、ではもう行きますか。行きましょう。はい、2階にあるんですよサウナが。お蕎麦屋さんなんですね。そうなんですよ。1階がお蕎麦屋さんで、お蕎麦食べたりお酒飲んだりできるので、ぜひそれも今度ねやってみてください。はい、はい、行きますか。2階にやってまいりました。よし、では本日はあの奥の部屋で入れるので行きましょう。ちょっとファーストリアクションを見たいわ。どうぞどうぞ。じゃあ行きます。おお、あ、意外に広い。そうなんですよ。恵比寿サウナさんの、一番広い部屋がここです。すごいすごい、清潔感めっちゃありますね。ちょっと待って、まだどういうノリで行っていいかわからないよ。一人席なんですよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあちょっと頑張るね。まだ大人の余裕を見せていくね。お願いします。ではお着替えに参りたいと思います。はい、行きますよ。せーの、いけた。はい、というわけで水着に着替えました。白と黒で、はい、ね、はい、スポーティーなんです本日は。そしてムチムチさんのハットをかぶっていただきました。いただきました。かわいい。これは S サイズです。似合う。小人みたい。本当ですか。いや、めちゃめちゃ小人みたいです。こちら新色なんですよ。新色なんだ。新色。え、これ、あ、そう、ご本人の。あ、そうそうなんだ。そうなんだ。すごい、新色白が出ました。作ってるんですか。なんかスタッフさんがいつの間にか作ってくれてるの。すごい。愛されてますね。なのでこれ皆さん白もゲットしてください。はい、では個室サウナは初めてですか。1回あります。動画撮ったんですけど年齢制限かかって消しました。さらっと面白いこと。ででん、あー高い。あー、上にしよう。え、おのおのやってる。藤桃ちゃん24歳。今20になりました。1月で。あ、おめでとう。4つ下だ。え、そうなんですか。うん、見えないですね。いやいや、めっちゃ動画。いや、こちらこそ20歳ぐらいに見えるよ。本当に見えるよ。藤桃ちゃん、え、ってことは待って、共演した時20歳ぐらいだった。ちょうど20歳ってことだよね。そう、なんか私たち共演したことがあるらしいというのはさっき発覚して。そうなんですよ。でね、ゲラ女王で別チームだったんですけど、うん、同じ回で終わったよ ね。同じ日の。わ、わかった、思い出した。手がチュルルルルンってなんか脱落したよね。した。嫌な思い方。脱落した子たちがさ、うん、最後呼ばれてさ、チュルルルルンの中にいたわ。なんかすごい寂しかった思い出がある。あれドッキリだったから。そう、本当に面白くて。何をそうするかは知らなくて私たち、うん、でなんか変な打ち合わせね、うん、来たよ。カメラめっちゃあって、めっちゃあって、なんだこの打ち合わせと思いながらやって、まあ、それがどれだけその子が笑うかっていうやつで、え、女王になりましたよね。女王になったね、うん、女王と脱落者でした。最悪。え、藤桃ちゃん普段何をしているの。普段はグラビアと YouTube。 言っても YouTube の方がなんかイメージが強いかも。そうなんですよ。なんか雑誌出る時とかも、うん、YouTuber の方で紹介されるんですよ。エロ系で。いやー、喋ってます。いやー、素晴らしいな。私なかなか、なんかグラビアアイドルですけど、うん、そういう振り切ったことできないんですよ。あー、なんでですか。え、恥ずかしくて。だからすごい尊敬。え、グラビアとかでもそんなに攻めてないの。私は結構もうガードが硬いと言われ続けているタイプのコブで、だから偉いなって。もう出し切ってますね。え、うん、そうです。 TikTok とかも出る。 TikTok も揺らしてます。イエス。いやー、あ、そうか、揺れるものがないからっていうのもあるのかも。いや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 。ごめんね、対面の子にこれはね、そうだよね、いやいやってなる。いや、
そうなんですよね。ずっとやってるけど一向になれないですね。動画は特に。わかります、わかります。めっちゃ恥ずかしいです。あ、恥ずかしいんだ。恥ずかしいんだ。なんか陸上部で恥ずかしくてみたいなエピソードが見えました。で、あ、おっぱいがいい。そう、茹でるのが恥ずかしい。そう、中学校高校は体操服とか着てたらめっちゃ見えてました。私が一緒のクラスにいたら多分ずっと見てると思う。体操服はたまらん。たまらんですよね。体操服着られるのはたまらん。親父親父になってる。たまらんでしょ、こんな華奢なのに。ブルマ時代じゃなくてよかった。確かに、ブルマだったらちょっともう犯罪が起きてたかもしれない。陸上部で走ってるんだよ。考えられる？そんな世界線ありました？私の学校にはなかった。語ってる。サウナの話もしなきゃな。4分。あ、本当だ。若干。藤桃ちゃんは？そう、結構新陳代謝、いいんですよ。いいね。おお。え、これがカメラ？思ったほど寄ってないよ、これ。そうなんだ。あ、GoPro だからか。安心して。サウナは入りますか？サウナは、たまに入ります。プライベート？プライベートも入るし、撮影とかでもたまに。ちょっとでもなんか撮影では入っているイメージ。じゃあ、好き。ちょっとハマってきたって感じ。周りが結構行ってて、それでついてったらだんだん。素晴らしい。サウナみんな入ってて嬉しいです。流行ってますよね。なんか私最近友達と遊ぶときサウナに連れてってしか言われなくなっちゃって、サウナでしか遊んでないから。本当に？すごい。ぐらい周りの子たちが。めっちゃ良くないですか？でも、私的にはいいけど、ね、サウナ女子増えてる。たまには動物園とか行きたい。動物園かわいい。行きたいよ。水族館とか行ってほしい。いつも熱い思いしてる。嫌なの？いや、じゃない。悲しそうに。さっきさ、急激にさ、面白い話してたじゃん。いやー、いいですね。今日ずっと喋ってるわ、私。黙るね。視聴者さん、黙ってって思ってると思う、私。そんなことになってるの？じゃあ。ちょっと一回サウナ感じるね。藤桃ちゃん、サウナ以外に好きなものはないんですか？好きなもの、最近でもネットフリックスと、あれしか見てない、 LINE 漫画しか見てない。引きこもってる。今の二言ですごい悟った。私生活が垣間見えた。そう。え、ネットフリックスなんかおすすめあったら。え、でも全部見てますよ、結構。本当に？じゃあ、今私たちの学校はみたいな。あー、ちょっと見たけど。見てないやんけ、全部。怖すぎてあれ。あ、ホラーがダメなんだ。疲れてきた。なるほど。でもこの前あれ見ました。なんだっけ、脱出おしとり島見て。恋愛系？恋愛リアリティ結構好きです。あ、なるほど。流し見しながらライン漫画見るみたいな。あ、それはもう結構引きこもりの陰キャかな。私の場合で引きこもりの陰キャがめっちゃ多いの。あ、じゃあ友達がいる。え、まださん何してるんですか？え、まだはサウナ。あ、そっか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 。本当にサウナしかしてない。でも私も結構引きこもりだから、毎日エペックスして、あとアマゾンプライムとフルーとネットフリックスと登録してるな。ユーネクスト入ってるから、それをいつも見漁ってる。今日も朝からちょっと人のこと言えない。ずっと見て、なんかオムニバスが好きだから。オムニバス？一話一話別の話っていうの。なんか世にも奇妙な物語。あー、なるほどなるほど。好きだから。脱出を独り島は見たことないな。テラスハウスとか、オオカミくんとか。あ、オオカミくんは見てない。若すぎてなんか悲しくなってきた。恋愛見ないのよ。見ないんだ。だから見るものは逆かもしれない。え、ホラー系？ホラーしか見ない。あ、そうなんだ。この前あれ見た、事故物件、亀梨くんの。 あれね、後でその話しよう。あの結末が結構びっくりするじゃん。へってなる。あれ映画館で見た。まだ。あ、そうなんだ。しよう。え、これ10分目経ったんじゃないですか？じゃあロウリュ行きますか？行きましょう。行こう。さっき藤桃ちゃんがアロマをね、そう、3個選んでミックスしました。ラベンダーとレモングラスと、わ、なんだった。もう来
てるのが暑さ早いの。いい。ああ、暑い。その時上向いちゃダメなんだよ。そうなんだ。そう。あ、気持ちいい。いい香りだね。うん、最高すぎる。美味しい。すごい。ポチ。熱波してる自分で。朝サウナ。朝サウナ。とか朝サウナ初めてって言ってた。初めて。記念すべき初めて。めっちゃさっぱりしそう。え、うん、うん。バナは何もできなくなる。あ、逆に？そう、さっぱりする人も多いみたい。藤桃ちゃんはどっちかな？この後仕事入ってる？この後は編集。あー、寝ちゃうな、それ多分。後日聞かせて。寝たか、聞きたい。でも下の段でゆっくり温まるとかもあるかもよ。確かに。そうする？無駄な根性。修行。でもいいね、やっぱりロウリュすると一気に、うん、あー気持ちいいな。じゃあ水風呂に、はい、水シャワーに、はい、行きます。行きましょう。おいしょ。暑い。暑いね。わーい、私何本入ってた。ででん。あ、来た。あー、気持ちいい。頭痛い。冷たい。水シャワーしていこうと思います。おお、こっちだった。あ、結構冷たい。いきまーす。あー、気持ちいい。ねえ、顔面からいきたい。整えたかったのにさ、うん、落としちゃったか、面白い。気持ちいい。うん、ポカポカしてるね。はい、どう？今日編集できそう？ねえ、もう？もう？二度目。もう？もう？もう二度目なんよ。え、でも私シャキッてしてきたかも、頭。すごい切り替えてる。本当？うん。嘘？うん。あ、じゃあ、ちょ、サウナ、アウファだ。え、寝ちゃうんですか、この後？そう、寝ちゃうの。うん。予定入れないようにしてる。そうなんだ、朝サウナの時？うん。へぇ、面白。本当にね、寝ちゃうの。じゃあ本当に整ってる、うん、ガチ整い。ガチ整い。でもスッキリもガチ整い。なんかやっぱ人それぞれね。あー、気持ちいい。この後サウナドリンクもありますね。サウナドリンク。はい。お水じゃなく。うん、楽しみにしてください。 iPhone の音量下げようね、その時は。すいません。ピロン。整い中も分かんない、映ってるか分かんない。 NG 集になるかもしれない。めっちゃ目つぶって気持ちよさそうな顔してるももの時に、ピロン。行くか、はい、飲みに行きましょう。レッツゴー。はい、1階にやってきました。お蕎麦が食べれると噂の1階です。大ボロボタン。で、これが、オロポって知ってる？知らない、初めて飲む。ほんと？で、しかもこれただのオロポじゃなくてフローズになってるの。鍵を凍らしてるんだ。そう。ここにロナミン C を入れます。合うんだ。合うのよ。でん、かわいい。すごい、スプーンも笑ってるね。
可愛いんで、これを混ぜ混ぜして、香ってる香ってる、すごい激しく元気な匂いがする頑張ろう今日の編集、頑張る、よし、いい感じ、ではではでは乾杯。ゾロコだもん、うん、うん、おいしい、すごい、もうデザートだねこれ、うん、かき氷さあるよね、うん、今夜はつらつって書いちゃってるもんね、そうよ、今夜はつらつです、はい、うん、おいしい、うん、よかった、あ、気持ちいい、どうでしたか、え、楽しかったです、なんか友達同士でサウナに入るの初めてだったね、いつも一人サウナばっかだったんで、うんうん、え、そう、はい、なんか今やっぱ銭湯さんとかさ、大人数で入るとこはさ、沐浴がさ、うん、絶対だから、うんうんうん、個室サウナで友達とあと喋りながら入ってんの、うん、めっちゃ楽しくね、忘れちゃうね、時間を、そう、みんなもそれやってみてください、女の子の時間と男の子の時間とか、女の子の日と男の子の日とかいろいろあるので LINE で追加するとそういうのも全部送ってくださるから、そういうのを見てぜひ来てください、楽しかったです、今回も。ありがとうございます、いつも。また来てください、はい、ムチムチサウナ。本日は恵比寿サウナさんで、ももちゃんと、あ、YouTube チャンネルとか告知があればぜひ。じゃあ、藤ももチャンネルで今、下着紹介とか日常とかを上げてます。ぜひチャンネル登録してください。してください。バイバイ。あ、もう勝手に終了。バイバイ。帰ってまんまんだから、上着着て。あー、やっと。バイバーイ。バイバーイ。